誰が止めたってあれだよね、レモンの原理ですよね。この辺りのところ見てると高品質低品質とかあってね。でそうするとレモンの原理って言ったら皆さんどういうもん考えます、どういうものとかさ、どういうストーリーだったっけ、レモンの原理って逆選択のね、その事例ですよね。で逆選択って何っていうと、最終的にその質のいい、まあこの場合で言えば車だよね、質のいい材とか商品とかがその市場から淘汰されてしまって悪いものしか取引されない。普通こういうことは起こらないですよね。普通はだって我々だってさ、消費者っていいもの買いたいしね、売る方だっていや、いいものだったら高く売れるからそっち売った方がいいじゃないですか。これが我々がよく知っている市場ってものです。ところがこのケース逆が起こっちゃうね。でなんで逆のことが起こるんでしたっけ。どういう時に我々はちゃんとしたお金を払おうと気にならなくなるか。自分が捕まされた商品が粗悪品だったりすると嫌ですよね。もちろんいいものだったらちゃんとそれなりに値段払いますよ。でも自分が捕まされるものが例えば半分の確率で悪いものだとするならば、じゃあいいものだったら最大限払ってもいいというお金を払いますかって話です。誰も払わない。そうするとどうなっちゃうのかっていうと、売る方からしてみたら、いやお客さんあれしか払ってくれないから、だったらばじゃあこっちもいいものを出さないよ、こうなっちゃいますよね。で結果質の悪いものしか取引されなくなる。これがレモンの原理。つまり商品に対する情報が売り手と買い手で対象ではない、これ情報の非対称性って言ったわけです。その話をするわけですよ、これ。いい。で、まあそういうところを読み取ってほしいんですよ、まずこれね。でね、じゃあどうするかっていうことで、さあその後見ていこうか。はい。だん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 と条件変えていくんです。まず一番最初見て、はい。高品質者と低品質者、別々で取引される。別々で、買い手は個々の中古車の品質を知っている。だから2つのマーケットがあって、買い手はね、こっちでは質のいいものだけ、こっちでは質の悪いものだけ、もう完全に分かってるんです。で問題文から売り手はもともと分かってるわけじゃないですか、情報に関して。ってことは丸1の段階ってどうです、情報の非対称性は存在してないよね、それぞれの市場において。売り手と買い手は材の情報に対して 50-50 である。ということは、実は丸1って何言ってんの？ここは、問題全体はレモンの原理です。だけども、丸1の部分っていうのはどうなってるかっていうと、ここは完全競争市場ですよ。技術って一個一個の消耗をさ、最初からさ、もう一年数人ばっかり取り掛かってたらいつまでたっても伸びませんから、まず全体の総率かも。いい。本番でもそれにしてほしいんです。ちなみに言い忘れましたけども、本番ね、一つの対問、これで言えばこの問題値全体丸6までありますけども、一つの対問に使える時間はっていうと40分ですから。いい。本番では専門技術は午前中ですからね、頭の働かないうちに来ますから注意してください。午前中4時間昼飯抜きでぶっ続けやります。9時ぐらいから始まって1時、いや実際多分9時じゃないか、なんか変な性格判断テストみたいなのやらされるから、多分実際にスタートするのが10時ぐらいから、10時ちょっと前ぐらいから始まって4時間ですから2時近くになりますからね。大変ですよ。そう、要するに空腹の時に4時間集中できるって訓練した方がいいです。だから卓一の試験が終わってからで構わないので、飯抜きで4時間の論文書く練習してみると本当にいいですよ。それで集中力持つかどうか。で、4時間で対問6つです。ミクロ1、マクロ1。で、財政学2台、経済政策2台。これは一般的な人の回答パターンですから。さあ、そうすると40分。だからまず、総率かも。はい。まず最初の段階は完全競争市場。で、2番目。これ何のことか分かります？買い手が支払っても構わないとする価格と実際に払う価格との差額って、これどっかで聞いたことない？これ丸1の均衡の構成水準うんぬんっつってるから丸1の流れを引き継いでますよね。これ実は消費者余剰、
消費者庁って、英語で言うとコンシューマーサーパスですから CS というふうに訳していきましょう。で次、売り手が保有する中古車を手放しても構わないその価格と実際に受け取る価格との差額ね、これが何かっていうと生産する価格、プロデューサーサービスってことは、その相和っつってんだよね。相和を構成水準と呼ぶと、これ何のこと？構成水準って要するにこれ相与条、こうやってね、どん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 分解していくと、骨組みをのちゃんと作っていくと、すごく書くの楽になりますからね。何度も言うように、ストーリーがちゃんとすれば、多少1個2個計算ミスったって大丈夫です。いい。減点方式で取ってるわけじゃないから、記述は。いい。で、そうすると、丸1、丸2は完全競争市場の話。ね。で、丸3からが、いわゆる本当のレモンの原理に入っていくんだけども、丸さんはちょっと注意してほしいんですよ。確かに、これね、情報の非対称性になってるんだけども、ここ最後、全部の取引、中古車が取引される状態だから、情報の非対称性発生してるんだけども、全ての車が取引される条件、それを考えてって言ってるんですよ。で、全ての車が取引される、全部の財が取引されるってことは、その時余剰って経済構成どうなの？完全競争の時と変わらないじゃないですか。いい。不完全競争の時なぜ余剰が減るのかっていうと、取引が減少するからでしょ。そうでしょ。いい。その簡単な流れを押さえとけばなんてことないんです。まあそうすると、実は丸3丸4は情報の非対称性なんだけども、余剰分析すると1、2のケースと変わらないよ。で、いわゆる本当のレモンの原理は実は5、6。この流れを頭の中に入れとくと書くのは楽です。いいですか。あとは計算さえミスらなければいけますよという話になります。さあ、そしたら流れはつかめた。じゃあ、これ実際に解説見ながらやっていきますか。回答例はもう皆さんの方で見てくださいね。さあ、じゃあ、いきます。はい、じゃあ解説冊子の方です。1回目の1ページ目、さあこちらを見ていきましょうか。はい、どうなってるかというと、はい、まず全体の流れを把握しようということで、さあさっき言った通り、はい、1,2,3 と出てきましたね。はい、丸1丸2が完全競争市場の話、丸3以降が情報の非対称性の下での取引なんだけども、ただし3,4は両方とも取引されるケースだから、完全競争のケースと比較して構成水準に差は生じないでしょ、こういうストーリーは考えてほしい。で、5,6がいわゆるレモンの原理の話ね。こうやって見ていくとすごく楽になりますよ。この全体像っていうかね、その流れを考えずに一個一個の証文にいきなり取り組んでいくと多分しんどいです。いいですか。そのね、皆さんが見て、その左側の図、左側がこれ高品質車ですよね。高品質車ね。で、高品質車はの場合、これまず太線の方、こちらが D って書いてありますから需要曲線で、点線の方が S になってますから供給曲線です。あ、ごめんね、供給曲線ね。で、これ問題文から作れますよね。だって R 万円以上だったらば手放すっつってんだよ、売るっつってね。R マインより下だったらば、これ横軸台数だから一段売らないっつって。だからこの R がどこまで来るか分かんない。一応、問題の中には20万円から120万までの間、どっかを来るね。よろしいですか。そうすると全部取引される条件っていうのはこの間にあればいいわけだよね。そうでしょう。大丈夫ですか。で、こちらが需要曲線。ほら、120万まで並ぶ出す。120万までだったらば N 台買いますよ。ただ、それよりちょっとでも上がったら、ほら、0台になっちゃう。で、こっちは、低品質の方でね、40万まで出す。で、20万円以上で売れって言ってるわけだ。だから、
20万か40万の間だったらちゃんと取引を成立します。ここよろしいですか。でさあそうすると最初の問題っていうのこれが分かってればもう最初の問題ないでしょ。高品質を買う時の、PH と、PL が満たすよ。高品質を買うっつってる、つまり買い手はいい 2L にいるんだけど全員こっち買う、こっち買いたいってことですね。こっち買わないってことですね。いいですか。そうだね、まあ、2N 代は無理なのか、2N 人ずついても半分ずつしかないから結局 N 代しか買えないんだけども、どうなってるかっていうと全員こっち買うってことは、まず120万超えたら誰も買わないんで、買い手は120万以下であるということだよね。全員買うで誰一人売り手にはじゃあ手出さないっつってることはどういうことかっていうと、もし40万円よりも低ければ買いますよね、低品質者も。でも超えてればどうです、誰も買わないでしょ買い手は。だから1のところのあの答えっていうのは、買い手が高品質者を購入するってことは言い換えれば低品質者買わないって言ってるわけだから、あの部分では。なので PH は120万、以下で、逆に、PL は40万よりも大、40万よりも高いと誰も買わないよ。で同じように考えていけばいい。そうすると E のところで買い手が低品質を買うってことは高品質誰も買わないってことは、PH は120万よりも高い、そうすると誰も買わないよね、はい、このように考えればいい。でそれで U ですよね。 U で、競争均衡において PH と PL が満たす条件、競争均衡ですからこれ完全競争はそれぞれの市場でちゃんと取引が成立すると言ってるわけだから、全部 N 代ずつちゃんと取引される。さあそうするともうこの図が書けてればね、答えすぐ出せるんですよ。そうでしょ。 PH は20よりも高くて120以下ならばほらちゃんと取引できてるでしょ。で20っていう数字がなぜ出てくるかっていうと、20万よりももし、安かったら高品質を持っている売り手は売りに出してくれないわけだよね。だから20より大きくなきゃいけない。で R はどこに来るか分からないんですよ。で、そして一方で PL は当然この20と40の間、はい、これでおしまい。で丸2、はい、ほら消費者庁長、生産者庁長、もうこれで分かる、全部取引されるっていうことで、よろしいですか。で、それはあとは問題に書いてある通りに読み取っていけばちゃんと出てきますからね、いいですか。なのでそこは回答例の通り見てください。でそうすると経済構成の相場は、回答例にあるように消費者余剰と生産者余剰の合計ですから、括弧140マイナス R 括弧閉じることの N というふうに出てくるはずです。で今度は丸三かだよね。で今度は情報の非対称性が発生するということから、少なくとも買い手120万出したことは絶対ありえません。はい、これ見て、買い手は S を正しく知っている、だから車1台に対する最大限度の払い、支払い額は、買い手は120万かける 0.5 プラス40万かける 0.5 イコール80万、ここまでしか出せない。半分は質のいい車、半分は悪いって分かってるんだよね、問題文が出てるように。だから S のところに 0.5 入れればいい。そしたら80万までしか出さない。となるとこれでも分かるよね、80万までしか出さないんだったらば売る方はどうなんですかねと。ね、そうするとここで問題で注意してほしいのは、高品質車に関しては R 万円以上で出すだったら売りに出すってんだよね。でこの R が生きてくるんだよ。で丸三の段階では非対称性が発生していても高品質車低品質車それぞれ取引されるってことは、 R の値が少なくとも80万円よりも低ければ高品質も取引されますよね。ここに気づいてほしい。